アニメと歴史の偉人、裏切り者といえば、まずは最強の裏切り者、アイゼン・ソウスケ。優しいキャラだと思いきや、裏切り者、最強の悪のカリスマ。歴史の偉人で最強の裏切り者といえば、呂布。三国志最強と呼ばれる呂布。主人であった丁原を殺害し、義父になった董卓も殺害。その後、劉備も裏切った。曹操に処刑される。裏切りの代名詞、峰不二子。裏切りは女のアクセサリーよというセリフは有名。裏切りがお箱の魔性の女。歴史の偉人で裏切りの代名詞といえば、ユダ。イエス・キリストの12人の弟子の一人で、イエスを殺したがっていた祭司長に、銀貨30枚でイエスを引き渡すことを合意。衝撃の裏切り、綾野楓。影が薄かったが、最後の最後に裏切り、衝撃はすごかった。歴史の偉人で衝撃の裏切りといえば、明智光秀。本能寺の変は歴史を変えた衝撃の裏切り。未だに謎も多い、真相はいかに。以上です。皆さんが知る裏切りエピソードも教えてください。